こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日はとっても簡単に鮮やかなピンク色のリンゴジャムを作る方法をご紹介します。材料は紅玉という種類のリンゴとレモンとお砂糖だけです。紅玉は皮が赤く甘みも酸味も強いのでジャムやデザート作りにぴったりの品種です。それでは早速瓶の煮沸消毒から始めましょう。大きなお鍋にお湯を沸かします。耐熱性の保存瓶と蓋をお湯の中に入れていきます。このまま5分ほど加熱します。煮沸消毒した瓶は清潔な布巾の上に取り出しましょう。熱湯を取り扱っているので火傷には十分気をつけてくださいね。取り出した瓶はこのまま自然乾燥させておきます。それではリンゴジャム作りを始めます。材料はすべてよく洗っといてくださいね。まずはリンゴの皮を剥いて小さく切っていきます。この皮は後でジャムの色付けのために使うのですが、色付けが終わった後鍋から皮を取り出しやすいようにできるだけ長くきれいに剥いておきます。今日使う紅玉は4つで 800g でした。紅玉は小さいリンゴなのでだいたい1つ 200g ぐらいになります。剥いた皮は後で使うので別のお皿に避けておきましょう。次にリンゴを小さく切っていきます。リンゴを4等分にしたら種の部分を取り除きましょう。4等分にしたリンゴを薄切りにします。切ったリンゴはお鍋に入れておきます。あまり厚く切ると煮えるのに時間がかかってしまうので、だいたい厚さ5ミリくらいに切ってくださいね。はい、これでリンゴの準備はできました。レモンの搾り汁を用意します。果汁が搾りやすいようにレモンをまな板に押し付けながらゴロゴロと転がします。レモン果汁を入れるのは酸味を足してジャムの発色を良くするためなので、レモンがない場合は入れなくても大丈夫ですよ。絞った果汁はすべて鍋に入れてしまいます。種は抜いておいてくださいね。測っておいたお砂糖をすべて鍋に入れます。しっかりと混ぜ合わせましょう。今日はリンゴ 800g に対して 40% の甘さになるように320g のお砂糖を使っています。普通のリンゴジャムを作るときはどんなお砂糖を使っても良いのですが、今回は鮮やかなピンク色にしたいので真っ白なグラニュー糖を使っています。砂糖がよく混ざったら蓋をして30分ほど置いておきましょう。30分経ちました。リンゴからたっぷり水分が出ています。それではいよいよジャムを煮る作業に入ります。先ほど取っておいたリンゴの皮を鍋に戻しましょう。全体がふつふつと沸騰してくるまでは中火で加熱します。はい、3分経ちました。全体がふつふつとしていればごくごく小さな弱火にして20分間煮ていきます。はい、20分経ちましたよ。リンゴが半分透明になっていれば OK です。煮汁が最初に比べてより赤くなってきたのがわかります。火を消して蓋を閉め、このまま1時間置いておきます。色がしっかりと映るように
少なくとも30分以上は置いておいてくださいね。2、3時間置くとより色が濃くなって綺麗ですよ。1時間経ちました。さっきよりも色が濃くなっていますね。ここでリンゴと一緒に煮ていた皮を抜き取ります。ハンドブレンダーで細かく潰していきます。どのぐらい潰すかはお好みで加減して大丈夫ですよ。私はだいたい3分の2ぐらい潰してしまいました。ハンドブレンダーがない方は木べらでトントンと潰しても大丈夫です。もう一度火にかけてジャムを煮詰めていきます。どのくらいまで煮詰めるかの目安ですが、木べらで鍋底に1の字を書いて、しばらく鍋の底がしっかり見えるくらいになればちょうどいい硬さです。少し柔らかすぎるように見えるかもしれませんが、冷えるとちょうど良い硬さになりますよ。出来上がったジャムを瓶に詰めていきます。とても鮮やかで綺麗なピンク色になりました。今回はこのサイズの瓶2本分のジャムができました。事前に煮沸消毒した瓶に入れているだけなので、冷蔵庫保存で1ヶ月を目安に食べきるようにしてくださいね。これでピンクのリンゴジャムの完成です。先ほど取り出した皮を刻んでアップルティーにしてみました。出来たてのリンゴジャムとアップルティーでお茶の時間にしたいと思います。いただきます。見ているだけでも癒されるようなとっても可愛らしいピンク色のジャムが完成しました。リンゴはすぐに柔らかく煮えるので、ジャムの中でも特に簡単に作ることができます。普通のリンゴジャムの作り方と違うところは、火を止めてしばらく色をなじませるというたった一手間なので、もし紅玉が手に入ったらぜひ試してみてくださいね。それでは今日の動画はここまでです。次回の動画もまた見てね。